します。あ、はい、よろしくお願いします。まずは東京将棋社会パンジの、朝日新聞村瀬から、いくつかご質問させていただきます。まず、対局直後、対局離れてですね、今、少しまた気分も改まったんではないかと思うんですが、改めてタイトル挑戦を決めた今の気持ちを教えてください。あ、はい。そうですね、まあ、まあ今日は挑戦というのは意識せずに、まあ盤上に集中しようというふうに思って対局に臨んだんですけど、そうですね、まあなのでまだなかなかまあ挑戦するというまあ実感が、そうですね、あまりまあ湧かないですけど、ただまあそうですね、第一局すぐにあるので、なんかまあしっかり気持ちを入れ替えたいなと、はい、思います。史上最年少でのタイトル挑戦ということで、また新しい記録になったんですが、これまでも藤井七段は最年少でプロ入りしたりですね、29連勝を達成したりですとか、いろんな大きな記録を作ってきたと思うんですけれども、そういう時と比べて今の気持ちというのは違うものでしょうか？あ、そうですね、やはり、まあ今までなかなかタイトル戦という、まあ、舞台までなんというか、まあ行けなかったので、まあ、それをなんというか、まあ今回達成できてたというのは一つなんというか前に進めたのかなというふうに、はい、思っています。まあ、先ほどもまたすぐタイトル戦が始まるというふうにおっしゃってましたけれども、あ、はい、挑戦する相手の、渡辺明棋聖についての、印象をどんな、相手かということを教えてください。あ、はい、そうですね、まあ、なんというか非常にまあ攻めが鋭い将棋という印象で、またやはり最近特に充実されているなというふうに、はい、感じています。じゃあもう一つだけ、この2ヶ月ぐらいですね、自宅で過ごすことが多くて、まあ、対局ができないという時期が続いてたと思うんですけれども、まあ、一昨日今日と素晴らしい将棋を指されていい結果が出たんですが、例えば何かこの2ヶ月、充実した期間をくれたなとか、強くなったんじゃないかなというような手応えというのはあるんでしょうか？あ、そうですね、まあ、そうですね、やはりまあなんというか2ヶ月対局が空いた分、まあなんていうか自分の将棋とまあしっかり向き合うことができたのかなというふうには、はい、感じています。はい、ありがとうございました。私からは以上です。2人目の方が長さんでよろしいですか？大丈夫です。はい、大丈夫です。スポーツニッポンのママと申します。お疲れ様でした。あ、お疲れ様です。去年の挑戦者決定リーグの最終局で、まあ、今日と同じあと一つ勝てばタイトル戦という状況でした。そので最後はああいう形になったのですが、そういったことは頭をよぎったんでしょうか？またその時の悔しさっていうのを今日話したという思い、気持ちっていうのはあるんでしょうか？あ、そうです、まあ、ただ、今日はまあその超決ということは全く、まあ、意識せずに臨もうというふうに思っていたので、特に、はい、そういったことはなかったです。ありがとうございました。中日新聞社の岡村と申します。棋聖への挑戦権獲得、どうもおめでとうございます。ありがとうございます。今回初のタイトル戦が実現、タイトル挑戦が実現したんですけれども、あ、はい、若い藤井七段にとっては、まあ、通過点の一つという見方もできるかと思います。まあ、棋士としての長期のプランの中でですね、今回の初挑戦はどのような位置づけにあるかと、受け止めていらっしゃいますか？そうですね、まあ
やはりまあタイトル戦ですとまあ番勝負で、うん、本当にまあトップ棋士の方とまあじっくり戦うことができるかなというふうに思っているので、まあ、なんというかその番勝負を通してまた自分も成長したいなという、はい、思いもあります。あのデビューからあの、3年半ですか。であのこういうふうにタイトル挑戦まで至ったということについてのご感想はいかがでしょう。ああそうですね、まあうん、そうですね、まあまあなんとかプロになってからもうそんなに経つのかという気もするんですけど、うーん、そうですね、やはりなんとかまあ今回その得た機会をまあしっかり生かしたいという、はい、気持ちです。ありがとうございました。お疲れ様です。あの藤井さん、これまでもあの、まあ、新年の抱負であったりとかさまざまな場所で、まあ、タイトル戦への出場というところをこう挙げていたと思いますが、あの自身にとってタイトル戦というのは、まあ、どのような存在と目標だったんでしょうか。改めて教えていただけますか。あ、そうですね、やはりうーん、なんとかそうですね、やはり、まあ、タイトル戦というとそのなんとか一つの、まあ、最高の舞台かなという、はい、印象があります。そこに、まあ、今回、臨むことができたということを、まあ、改めて今率直にこうどのように、まあ、受け止めてますでしょうか。そうですね、やはりうん、そうですね、まあ、そのこと自体は、まあ、非常に嬉しいんですけど、またまあ、そういったその最高の舞台にふさわしい将棋をさせたいという、はい、思いもあります。ありがとうございます。質問者残り3人となります。よろしくお願いいたします。はい、本チームの北野と申します。あのおめでとうございます。 ありがとうございます。今日の将棋で1点伺いたいんですが、あの残り永瀬さんが長考した時にですね、先生、はい、もう残り16分ぐらいで局面もかなり難しい中盤戦だったと思うんですけど、あの長考の時に自分の持ち時間とか、将棋の流れをあのどのようにお感じになっていたんですか。ああちょっとそうですね、まあ、その時点でかなりこちらの残り時間が少なくなってしまったので、そうですね、局面もまだなんというか中盤なので結構まあ、総合的に見ると厳しい戦いなのかなというふうには少し、はい、感じていました。あの時間のマネジメントというところがこの半年ぐらいのなんかテーマだったようにも見ていたんですが、そういう意味では、今日の将棋を超えて、挑戦を決めたというのはどのようにお感じですか。あ、そうですね、本当になんというかそうです、まあ、今日の勝利もまあ非常に、まあ、なんというか難しい将棋で、やはりなんというか、まあ、その時間配分という点では少し課題が残ったかなというふうにも思いますので、またなんというか5番勝負に向けてなんというかそのあたりを修正できればというふうに、はい、思っています。あと最後に1点だけ、あのまだ振り返る時ではないと思うんですが、あの14歳の時に四段昇段された時の会見でですね、あのまだまだ実力が足りないと、実力つけてタイトルを狙える位置に行ければという言葉がありました。で3年半経ってですね、まさに今タイトル挑戦権を得て狙える位置に来ました。あのその3年半の月日を超えて今この瞬間を迎えているっていうところへの思いを、伺えますでしょうか。そうですね、まあ、なんていうか余談になった当初はもちろんそのタイトル戦に出るというのは一つの目標ではあったんですけど、ただなかなかなんていうか、まあ、現実的には難しいという状況が続いていたので、まあ、それをなんていうか、まあ、今回挑戦できるというのは非常に、はい、嬉しく思っています。ありがとうございます。
それはベイユースポーツの福島と申しますね。ありがとうございます。ありがとうございます。2点お伺いしたいんですが、まずは改めてその、まあ、今回コロナの影響で代表を外資協力から行ったことで、まあ、その最年少調整がその戦わずしてなくなるかもしれないという状況もあったかと思うんですけど、改めてその日程が発表されてチャンスがあると分かった時のポイントはどういう形だったでしょうか。あ、まあ、なんというか自分とした記録は、まあ、全く意識していなかったんですけど、ただやはりなんというか、まあ、そうですね、まあ、なんというか過密な日程ではあるので、なんというかそのあたりなんというか、まあ、コンディション を、まあ、どうするかというのは一つ課題だなというふうに、はい、思いました。あと今日の勝利なんですが、お手番で相掛かりを受けてされたという形、これは30連勝目をかけた佐々木七段との対局と同じ戦型だったと思います。あえて大一番でその、まあ、ちょっとその因縁の戦型といいますか、形を受けた思いというのは何かあったんでしょうか。あ、まあ、まあ自分としては序盤はなんとか普段通りに指したというつもりなんですけど、まあ、永瀬二冠に踏み込んでこられて、なんというか、まあ、激しい展開になったのかなという、はい、思います。それでは次が最後の質問者となります。アベマの藤崎です。おめでとうございます。 ありがとうございます。我々ですね、今アベマディビートメント含めてやってるんですけども、この後番勝負というのがね始まると思うんで、我々そちらも総力結集して応させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 ありがとうございます。はい、そしてですね、最後のいつもの質問なんですけども、これ朝からですね見てる視聴者の方がたくさんいらっしゃいまして、また今テレビでもね見てる方がいらっしゃると思いますんで、今会議なんでこう今下を向いてるんですけども、カメラをですね目線をいただいてる上の方を向いて笑顔で、ぜひともコースというか皆様に一言お願いします。よろしくお願いします。あ、はい、ご観戦いただきましてありがとうございます。そうです、まあ、今日もなんというか、まあ、非常に難しい将棋だったんですけど、まあ、こうして挑戦できるとはとても嬉しく思っています。また5番勝負でも、そうですね、まあ、なんというか最善を尽くして熱戦にできるように頑張りたいなというふうに思っています。